ゃあ自己紹介お願いします。はい、18期研究生の間違えちゃった、酔ってるか、酔ってるよ夢の中でもみんなのアイドル、アイドル、夢でも一緒だよ。埼玉県出身18歳ゆめみんこと坂井ゆめみです。よろしくお願いします。坂井ゆめみ、はい、私は、ね、なんでみんな気忘れんの、ごめんなさい、私の名前は、ね、と聞いたらカスミンって言ってください。はーい、あなたのハートをバースミー、私の名前はカスミー、ありがとうございます。笑顔とエクボがチャームポイント、大分県出身19歳のカスミンこと工藤カスミです。よろしくお願いします。ねえカスミー、はい、今からリズムに合わせてゆいちって呼んでください。はい、ゆいち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 ゆいはみんなから愛されたいじゃん。長崎県出身、高校1年生、15歳、ゆういちこと山口ゆいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今週はこの3人でお送りしていきたいと思います。ます早速タイトルコールをしましょう。コールね、いちかばちから全力いっぱちルーム。イエーイ。はい、この番組は AKB48 18期研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。はい、はい、AKB48 オフィシャルラブチャンネルでアーカイブ配信中です。はい、見逃した方、もう一度見たい方、うん、もう一度ご覧え、なんでハマらない、アーカイブをご覧ください。はい、はい、そしてアーカイブを見ている皆さん、はい、毎週火曜日18時からショールームで生配信をしています。こちらもぜひご参加ください。ご参加ください。じゃあショールームの番組参加方法です。はい、はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、アイテムを投げてどんどんアピールしてください。はい、はい、お願いします。じゃあ今日コメント読んでみましょうかね。はい、かすみんゲーマーって噂だけどコメントなんてどうですか。そうなの。ゲームめっちゃする。何のゲームするんですか。それこそ、うん、今日やるねスイカゲームとか、あとは、うん、あのスプラトゥーンとか桃鉄とか、集まれ動物の桃りとかします。森とかします。あ、いいですね。あ、マリオカートもする。あ、ゆいさ、かすみの今言ったやつの桃鉄以外全部やってる、うん、じゃあゆいもゲーマー。ゆいもゲーマー。私も全部やったことある。え、みんなゲーマーじゃん。ゲーマーだからめっちゃ指動くよ。だってお、私もだよ。私指の練習してるもん、いつも。本当か。全然してないよね。めっちゃすごい。ほら、もう指動かしてるから。ゲーマートリオだって。お、やった。ゆみは、あ、知ってるか、ゲーム。たまに。たまにしてるらしい。たまにしてるんです。まあ、じゃあ今日は期待できるということでね。はい、プロゲーマー揃いなんて。プロとは言ってないけどね。いや、趣味程度ですよ。そうね。まあでも。頑張ろう。頑張ろうね、今日は。頑張ります。チャレンジ。皆さんも応援お願いします。ありがとう。頑張ります。頑張ります。ということで、ここで番組スタートしてすぐのランキングトップ3を、はい、確認してみましょう。お願いします。お願いします。はい、あ、いきます、はい、せーの、3位、リンゾーさん、ありがとうございます。せーの、2位、関根さん、ありがとうございます。せーの、1位、まゆさん、ありがとうございます。はい、はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してコメントやアイテムでのご参加よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここで拡散してもらいやすいようにスクショタイムです。10秒間カメラにアピールしますので、スクショして SNS で拡散をお願いします。お願いします。今日は私で描きました。かわいい。本当じゃん。コンセプトは何ですか。仲間になったすよっていう、仲間になって、ストーリーが仲間になって、この二人が、あ、嬉しくて泣いてるってことか。一緒に食べると嬉しくて、ちょっと号泣しちゃった。夢見て、うまいんだね。いや、うまい、まあ確かに普通、普通、あ、そっか、普通か。いや、うまい、うまい、うまいです。うまいですね。はい、じゃあセンターにお願いします。じゃあ私がセンターだ。ちょっとしらけましたけど。じゃあ10秒間、交換する場所。いや、いいです。10秒間ね。いきます。はい、せーの、10、9、8、7、6、
お願いします。お願いします。はい、ということで、そして今日の一発チャレンジはですね、はい、スイカゲームチャレンジです。スイカゲームチャレンジ、はい、イエーイ、イエーイ、スイカ、はい、楽しみですね。はい、指定のポストのリポスト数でクリアに近づくことができます。はい、皆さん今からでも間に合います。リポストお願いします。お願いします。霞、頭下げて。お願いします。霞だけに一緒に、いや一緒に下げて、みんなで下げよう。お願いします。お願いします。はい、はい、ということで、初めてな、初めて、つむじが映ってる、やだ、つむじ NG、つむじ NG、ね、生放送なんですよ、つむじ NG、皆さんの気持ちカットでお願いします。ゆいもつむじ NG、 出てるくらいもつむじで、アップしないでください、つむじ NG ということで、まあつむじを見せたところで、ここで先週からのオープニングトークのお題が来ていますので、見てみましょう。せーの、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。ゆみるやん、くもひなです。ゆみなです。はい、なんか今回の一発チャレンジはスイカゲームなんですけど、皆さんの大好きな果物を何か教えてください。教えてください。果物か、ゆみなは何ですか。何かな、ぶどうとも、バナナじゃないの。おいしそう。ゆみは、いやいや、内緒でーす。バナナ、なんで内緒なの。ゆみちゃんも内緒でーす。え？内緒で。え？って言ったじゃん。あ、内緒から。そう言っちゃったのよ。内緒で。はい。内緒で。はい。皆さん待っててね。待っててね。はい。来週出るから、あ、秘密にしてたんだ。秘密にしてたのに、なんかひなの秘密ですって乗っかってきたから。なるほどね。ひなさんは言っていいじゃん。じゃあもう、ゆめみ言っちゃってくださいよ。ゆめみは、うん、まあ、いちごが大好きなの。おお、なんだこの終わりが。いちごが大好きで、いちご狩りは多分60個以上食べたことあるの。すごい、食べ過ぎだよ。持ってない。何持ってない。持ってない、持ってない。持ってんの、かすみ。やだね。やめてやめて。かすみ持ってんの。持ってない、持ってない。今日は大丈夫。今日はもらえない。今日は持ってない。今日は持ってない。よかったよかった。そんなかすみは、うん、いちご。え、お、同じやん。同じか。いちご大好きだから、わ、いちごの女王になりたい。いいじゃん。うん、うん、なるほど、いいじゃん。なりなよ、なりなよ。だからいちごさ、大食い対決しない。確かにやりたい。でもさ、胃袋小さいでしょ。え、そうなの。なんか嘘嘘つけ、大きいでしょ。いや、大きくない。いつもご飯食べるとき、だいたいかすみのさ、あの食べなかったやついつも食べてるもん、ゆめみが。あ、そうなの、うん、え、なんで知らないの。え、あんまりその、え、わかんない、ちょっと見てない。でも最近さ、唯一さ、私のことなんかめっちゃ嫌いって言ってくるんですよ。え、でもえぐ、うん、そう、どう思いますか、皆さん。えぐ、まあ、そんなことない。本当、うん、じゃあ今日絶対嫌いやん。絶対嫌いやん。絶対嫌いやん。じゃあ今日さ、うん、仲良くなろう、この企画を通して。あ、いいよ、お願いします。反抗期来た。かわいい。お願いします。はい、反抗期。今ゆいは、まあね、まあ2人ともいちごでしょ。うん、つまんないなということで、私の好きなフルーツはもういちごです。つまんの。つまんの。いちごです。はい、ごめんなさい。どこが好きなの、いちごの。え、あの、なんか、まあ、ずっと、もう昔から長崎からいる時も、うん、冬はずっといちご食べてるぐらい好きで。本当か。特に練乳かけて食べるのめっちゃ好きなんですよ。で、前もあの神奈川をのろけの時にいちご狩りをしたんですけど、その時はもう幸せすぎて、うん、ちょっと嬉しかったです。おお、ちょっとなんだ。いやいや、ちょっと日本語間違えました。めっちゃ嬉しかったです。はい、まあ、みんなスイーツは、うん、果物は、果物はいちごということで、はい、皆さんも、はい、いちご覚えてください。これから旬ですしね、食べましょう、いっぱい。みんなで狩りとか行こうね。狩りいちご狩り。違くない。ワイルドすぎない。野生みたいな。あのさ、みんなでさ、ね、あのなんか緑の海苔みたいなやつ着てさ。海苔？もうわかんないから、喋んないで。もういいや、もういちご好きだからね。MC だから MC と頼む。はい、はい、まあいちごということで皆さん覚えてください。はい、はい、来週へのメッセージはエンディングで撮りたいと思います。はい、はい、ここからは今日の企画です。じゃあゆめみお願いします。この夏を18期のポストで振り返ろう。イエーイ。
早かぶせてきて振り気味だったね。はい、ということで、まあ、今年の夏を振り返りつつメンバーの X でのポストをチェックしていきたいと思います。はい、番組がピックアップしたメンバーのポストの文章の一部を、隠してあります。その隠されたポストを当てる穴埋めクイズ企画となっています。承知しました。ちなみに2人ともちゃんとポストしてますか？ X、 全然だね。嘘。ちょっとどうなんですかこれポスト。ね、ポストいっぱいします。これから頑張ります。ねね、なんかでも私さ、みんなのメンバーのポストさ、あんまり見てない。いやもう見てない、ね、最近あんまり見てない。いやもうめっちゃみんな見てるよ。なんならみんなポストすんじゃん、で23秒前とか。わー、めっちゃファン。ファンではないけど。そうなの、あでもめっちゃ見るよみんなのこと。そうなの。だから決め日は、いやね、前回もやったんだけど全然見てなくて。あらま、え、あらま、メンバー愛が足りないんじゃないですかこれ。愛はあるよ。あ、あり、愛はあるの。けど別にそんな検索とかするまで。あー、なるほどね、確かに。え、そうなの、めっちゃみんなのこと検索してんだけど。え、怖い、怖い、怖い。そんな怖がんなくてよくない？意味わかんないんですけど。じゃあ今日はさ、すごい期待大だね。期待大だよ、まだ。ということで、すくやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。どうだろう、ちゃんと文章まで見たことなかった。いや、それ見てないじゃん。写真しか見たことなかった。それ見てないじゃん。写真目的じゃない、はい、それな。ごめんね、文章も大事だよ。はい、ということで、じゃあもうこれはどうぞパターンでいいのか。はい、はい、じゃあお願いします。はよ、はよ、せー、じゃあ撮影早速見ていきたいと思います。レッツドーン。あー、誰は誰は違うか。え、なになになにこれ、でもこれ分かる、どこに行ったやつか分かる、言ってもいい？いいよ。江ノ島でしょ。そう、これは言っていいんですか？めっちゃ自慢されたもん。ゆい、この前江ノ島行ってきたんだ。え、この前あの霞と、霞だっけ、あの神奈川をのロケで行ってて、それ見て、それ見て、家族で、そう、行こうって。素敵。早速ワオが、ねえねえ、聖地巡礼的な感じか。ねえねえ、ね、ゆいってさ、いつも江ノ島にいない。どういうこと？江ノ島いつもいない。どういうこと？見るたびに江ノ島にいんだけど。そんなことはないでしょ。ね、まあ、確かにいるかも。え、江ノ島大好きやから。あ、そう、なんかさ、いつの間に江ノ島大好きになったの？江ノ島にこの前昼から夜いたから。昼から夜。普通じゃん。普通なの。え、はい、じゃあ書きましょう。もう私はもうこれはもう自分のポストなんで、さすがに全然わかんない。みんなチェックしてよ、これみんな結構評判の人だったんですよ。そうなんですか。ファンの人も結構。そうなんだ。そう、結構あのコメント数も多かったり。おー、いいねとか。いい、うん。え、みんなはさ、メンバーのさ投稿にいいねする？え、なんかするときはするけど、うん、私絶対しないって決めてる。え、なんかさ、何の意思言ってあげなよ。え、なんか、なんかしないやつ。え、でも、ゆいもしない。え、ゆいもしない。え、なんかしないよね。え、なんか全然するけどね、ゆみ。え、なんか、うん、いいねってさ、どういう時にするの？難しい質問だね。普通にいいなと思ったらいいんですよ。え、そう、なんかめっちゃもう好きな、みんな可愛いなって特に思った時とかはする。じゃ思わないんだ、いつも。あ、違う、あのいつもみんなも可愛いが当たり前すぎてっていう感じです。ああ、なるほどね。ペース進めてくださいって。そうだよね。全然わかんないだもん。ごめん、私も全然わかんない。てか青いソフトクリームちょっと珍しい、ね、ラムネだよね。あ、違う、ジーンズか。ジーパンね。ジーパン、ジーパン、ジーンズじゃない、ジーンズじゃない、ジーンズか、ジーンズだ、ジーンズ。なんのジーンズから。見てませんね、これ絶対見てませんね。え、もうこれをかけた人からオープン。わからない、ま、だか。あ、そこ本人ダメか。さあ、皆さんはこれ分かる、分かりますか？分かんない、分かんないから。デニムか。いや、もう分かんないんで大丈夫です、ヒント。いや、諦めないでもらっていい？ヒント教えて。ヒントなら言わせてくださいよ。ごめん、言っていいよ。じゃあヒント教えて。ヒントは、熱々の食べ物です。よく普通のコンビニとかにも売ってあるような。わかんないや。聞く気ないでしょ絶対。もう顔がさ。嘘だよ、そんなこと。本当に。え、みんなもわからないっていう。え、みんなわかってるじゃん。え、でもかすみわかった？うん、考えていくよ。あ、もう私いける。あ、本当に、うん、いけるの？お、2人ともかけた？一応かけました。じゃあ、もう順番に。はい。
じゃあゆめみからお願いします。じゃん、暖房。なんで、うん、熱々か、暖房。なんで暖房なの。暖房は熱々でしょ。でも今日十五夜らしいですよ。え、そうなの。中秋の名月らしいです。え、ってことは、三日月ってこと。え、満月じゃない。あ、そっか。え、お団子食べましょ。食べよう食べよう。ごめん、はい、続いて帰ってかすみ、はい、お願いします。じゃん、ゆいちよ。はい。え、何言ってんの。ソフトクリームとゆいちを一緒に食べようみたいな、あざとい系で狙ったのかなみたいな。熱々か、それは。まあ熱々だね。うん、熱々だよ。ね、うん、もう答えをオープンしていいですか。はい、答えなの、わかんないよそれは。あ、確かに、うん、でも答えいきます。じゃあオープンはこちら、肉まんです。なんでソフトクリームと肉まんなの。え、同じところに売ってあって、その商品が、あ、ね、そういうこと。熱々と冷たい、めっちゃ組み合わせいいんですよ。あ、そうよかったこれ、はい、いいね。じゃあもう答えオープンしましょう。正解はこちら。おー、肉まんだった。ほんとだ、マジか。え、で可愛くない、青色の肉まんなの。え、めっちゃ可愛い。すごくない、めっちゃ可愛い。なんかあんまり、あ、ファンの人もファンの方も、うんうん、初めて聞いた組み合わせだねみたいな。確かに、ね、言ってくれたんですよ。珍しい、全然想像つかなかった。なんかさ、しょっぱいと甘いはあるけど、冷たいと温かいは初めて見たかも。ねー、でもしょっぱいじゃないの、肉まんって。かすみも食べてたよね。食べた、デニムソフト。いいね、美味しかった、めっちゃ。ぜひ皆さん江ノ島に行ってください。ね、聖地巡礼してください皆さん。じゃ続いての問題いきます。はい、続いての問題いきましょう。せーの、ドン。あ、これも私わかります。うわ、見たな、これ。これバズってました。え、バズってたよね。バズってました。バズってたよね。バズってたよね。わかんないよ。ちょいバズ？いやでもなんか難しい。ですよね、なんで。いいな、しかも変な時間にあげたの。いいないいなって何。ちょいバズしたい。ちょいバズしたい。でもマジで何がさ、いいね来るか分かんないよね。え、分かんないよ。え、むずい。もうこれは分かりますよ、ちょっとね。でなんか自分のさ投稿って覚えてるね、意外と。ね、え、ね、全然覚えてない、自分の。ああ、保存したけど忘れた？ありがとう、保存してくれて嬉しい。むずいな。空飛ぶほうき、そうです、魔法少女。わかんない。いいね、もう適当に書いちゃおう。はい、できました。はい、いきますか。じゃあ、はい、はい、じゃあ、じゃあゆいちから。私から、うん、いきます。せーの、トリア。もうわかんない。かわいい、初めて見た、ね、デカさんのびっくりマークだ、ね、いいね、とりゃいいね、三角。ちょっとこれから参考にさせてもらうわ、そのうわ、この音、音、音、いいよ、まあ、とりゃ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 、かわいい。はい、いや、かわいくないから、かすみがくれんなよ。はい、イベントでそれが言ってそうなこと書いてあるか。いいよいいよいいよ、いきます、はい。君のハートを狙い撃ち。あー、言ってそうね。かすみいつも言ってるよね。まあいつも、まあ言ってないかも。言ってないんだ。イメージ、イメージ。イメージは確かにね。言ってそうなイメージ。じゃあ行きますね、答え。答えか分かんないけど。答えなんだ。もう答えです。はい、せーの、じゃん。は。え、なんで？え？なんで歯なの？歯。カメカメ歯。あれ？そう、アニメか。そうそう。ああ、なるほど。意味はないけど、はあかなと思って。そうなんだ。じゃあもう答え見てみましょうか。答えどうぞ。本当だ。でもこれはちょっとびっくりマークの数が1、2、3。あ、1、2、3。3つということは、これ嬉しくない？不正解ですよね。不正解ですか？不正解。嬉しくないですか？しかもちょっとびっくりマーク真似しましたよね、私の。いやいやいや、私ちゃんと白だからほら塗ってるでしょ、これ赤でしょ。あ、でもさ、三角とさ、これあんま被ることなくないっていう。いやいやいや、でも塗ってるから、ここなんか中塗ってるから、これ。まあまあ、でこれはもうまあ正解ですか。正解だよ。もう正解にしましょう。ありがとうみんな。はい、まあ、これどういう意味で歯にしたの。え、なんか最初、なんだろう、別に意味ないんだけど、うん、普通に撮影中に休憩時間みたいな間に写真撮って、うんうん、夢見てごめんの MV の時に写真撮って、うん、そうなんだ。で、あったのであげました。ひな、これひなの、久保ひなのが飛んでるの。そうそうなんだ、うん、あ、魔法みたいな感じ。そう、なんか乾きがあって、あ、あ、やってみようみたいな、これやろうよみたいになって、ミュージックビデオでもね、使ってたよね。だから
描いてみました、ね、いい写真でも面白いね、躍動感がある、ね、でもいいもう今度やろうよ、なんか魔法みたいな写真ね、やろう撮ってさ、バズらせようよ、うん、バズるかどうかわかんないけどでもなんかさ、魔法のさ、戦いとかしてたよね、そう、魔法、やったっけうん、まあいいか、記憶ではあるんだ、オッケー、あ、そうなんですね、うん、はい、ということで、続いての問題はこちら、ドン、なにこれわかんない、なんだこれは何の意味がわかんないんだよ長いね長いね、やばい、見たっけな、何これ、待って、なんて書いたんだろう、私、長いね、四角の部分が、覚えてる、意味はこれ覚えてないっぽい、ゆみさん、真面目な話ほどなんか覚えてない、覚えてないの、そっか、リニューアル後もっとだよ、リニューアル後もっとなんかできるよ、リニューアル後もっと、いや、いつも気合い入れて書いてるんだけどね、あ、気合い入れてんの、じゃあこれかな、気合い入れて書いてるんだけどね、気合い入れてないらしい、忘れちゃうの、でもさ、最近劇場さ、公演なくてさ、めっちゃ寂しい、わかる、なんか安心感、なんかさ、がね、ずっとさ公園出てたからさ、ね、わかるの、毎月必ず行くよ、出てたよ ね、ありがたいことだ、寂しいなくて、これかな、はい、書けました、ちょっと待って、合ってるかも、もしかしたら、みんなのポストやっぱチェックしてるんでね、ありがとう、でも私の合ってなかったよアピールタイム、アピールタイム奪えない、ダメダメしてんじゃんよいつもこんな感じで、ちょっと漢字が分かんないよ、なんだろう、漢字使うこれ、言えなくても漢字使った、漢字、漢字使ってない、使ってない漢字使ってない、みんなアピールしたい、アピールしたい、本人が分かってなくて申し訳ない、アピール奪います、ねえ、ダメかわいい嫌な、かわいいでかさみちゃん、助けて、え、さあ、ね、さあ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 よっ、あ、もういいって中に行ってきました、はい、ということでじゃあオープンしましょう、お願いします、じゃあ誰から、順番に行く、うん、はい、じゃあ私から行くね、はい、はい、かさみ、せーの、じゃん、いいパフォーマンスができる、確かになんかぽくない、あるかもね、ね、ありそう、確かに、もしかしたら当たってるかも、あ、でも似てるかも、いいもん、お、じゃあオープンしますね、はい、こちら、ダンスブレイク、どういうことだこれ、どういうことどういうこと、リニューアル後もっとダンスブレイクができるように頑張ります、ちょ、待って、どういうことほんまに、もうバチバチのもうボンバンみたいなダンス、おやってことなくない、そうかな、ダンスブレイクないかな、はあ、これ不正解なのかな、でもちゃん、何ダンスブレイク、なんかマジで分かんない、本当によく分かんない、 夢見の X でこういう言葉入ってた気がするの、 あ、カタカナ系ってことか、カタカナね、そう、ダンスブレイクって文字入ってた気がする、なるほどね、さあ、これめっちゃ言い訳になるんだけどさ、うん、このポストをさ深夜に考えてさ、うん、ちょっと寝ぼけてた、あ、寝ぼけてたんだ、常にね寝ぼけてるから、ね、それは怖いけどまたじゃあ夢見オープンお願いします、はい、上達したパフォーマンス、あ、でもみんなパフォーマンス系なんだ、確かにね、ちょっと種類は違うけど種類違い申し訳ないです、種類は違うけど、はい、まあ、はい、パフォーマンス系ですね、これ答え気になるね、じゃあ行きますか、答え、答えはこちら、ダン、お、すごい、かすみ正解、天才やん、すごい、ほら、もう私結構みんなのツイート見てますから、ね、うん、悔しい、結構見てますよ、悔しい、惜しかった、本人なのに全然惜しくないし、惜しかったし、全然惜しくないし、あの本人なのに覚えてたの本当にまずいと思います、まずいよそれは、でもちゃんとね、文章は結構、ね、1時間ぐらいかけて考えてるんで、いつも可愛い、悔しい ね、 悔しいね、じゃあちょっと、じゃあ次今度リベンジしよう、ね、リベンジしましょう、なんかちょっともっと愛情込めよう、一つ一つに、そうだよ、なんか愛情込めてください、つもりだったんだ私、え、まだいいですか、やった、やった、じゃあ続いての問題はこちら、ダンダン、な、何これ、お、何なんだっけこれ、よろしくお願いします、味噌カツ、ぎしめん、手羽先、ぎしめんね、あ、ごめん、なんかね、大阪か、愛知ね、ちょっとツッコミ多いね行
つもお世話になってますか。いや本当にちゃんと喋って。あ、分かった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 。これ分かった。いや分かった。え待って分かんない分かんない。これ分かった。何これ。ちょっとえもうこれ自信ある自信ある。買い物系なのは分かるけど。多分あった。かすみも忘れちゃった？いや覚えました。覚えました覚えました。じゃあもうオープンしましょうか。みんなかけたということでね。じゃあ、はい、いいですか。はい、はい、いいですよ。いきます。ダダン、名古屋城。おブーなんで知ってんの。名古屋城ではないです。え、じゃあ私が答えも言っちゃいますね、はい、いけいけ。はい、シャチホコ。いや、書いてないか。書いてないです。ワンちゃん、もうワンちゃん入力効果だよ。待って待って、そうかもでしょ。あれ本人間違ってるパターンあるからね。恥ずかしいよこれ。いやいやいや、はい、オープンしちゃってくださいよかすみ。いた。はい、ちょっとかすみ。はい、改めてダン、ひつまぶし。オーソドックスにね。そう、多分食べ物だった気がする。そうなんだ。え、でも結構有力候補だと思うよ。え、シャチホコ有力候補ですよ。いやいや、ブーだよ。え、確実にブー。なんで？で、もしかして合ってるかも。え、そうだよね、うん、ちょっと。で、なんで言うだけ冷たいの。違う、本当にこれ違う、ブーこれ本当にブーなんで。だってよ、ゆめみ。まあ、一旦見てみようか、答え。一旦お願いします。はい、答えはこちらです。あ、やったー、ラジオのかー。おつ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 、イエーイ。本人が忘れてるようじゃ無理ですよ。そうだよね、ごめん、うん、いや、かすみのことファンだからさ。え、嬉しい、大好き。はい、じゃあ続いていきます。え、でも惜しかった ね。いや、惜しくはない。みんな惜しかった、ね、超惜しかった。いや、全然惜しくないし。確かに、でもシャチホコと名古屋城似てるもんね。似てないでしょ、うん、え、もう、うん、上についてもセットだもん。セットだよ、ハッピーセットだよ。じゃあこれは夢見とゆいは正解で。なんでなんでダメか、はい、え、じゃあ楽しいこのゲーム、ね、ドキドキする。これまだできるんですか。お、まだできます。やった。じゃあ続いての問題はこちら。ダン、わからん。あ、これはわかりますよ。わからん。これはもう皆さんわかるんじゃないですか、ファンの皆さん。これもね、もういろんなね、これは音楽の日の写真ですね。ゆいがめっちゃ活躍した日ね。あ、ありがとう。あの声ヒラヒラね、こうやってね。ヒラヒラ見ましたよ。え、見てくれたの。え、当たり前じゃん。どうだった。え、めっちゃ可愛かったし、うまかった。あの、ちょっと心臓の鼓動がバクバクしちゃった。なんかゆいがなんか見つかったなって感じだね。嬉しい。なんかさ、ゆいさ、マジでさ、ちょっと怖いこと言うかもしれないんだけどさ、ゆいのさ、ダンスを踊ってる動画とかちょっと保存してるんだけどさ。え、それが好きなのよ、ゆいのダンスが。初めて聞いた、本当に。うん、だから10アイのクレッシェンドの動画とか持ってるよ、ゆい。え、嘘、ガチ、やった。え、でも私もいつもゆい の、 あのダンスをオンデマとかでめっちゃ見てるよ。本当持った、持った。いや、本当、これ本当本当。それはただに音程は見てるんじゃなくて、ユイのダンスちょっともったくない。いやいやいや、絶対もったよね。ユイのダンス結構めっちゃ参考にしてる。え、でもさ、本当にユイも参考にしてる。なんかさ、ほんまに、うん、あのかっこいいよね、元ジカって、うん、めっちゃかっこいい。そうなの、うん、嬉しい。もうじゃあ照れるだけね、恥ずかしい。なんかそこまで改めてさ、ちゃんと言われると恥ずい。じゃあもう発表しちゃいます。はい、じゃあ夢みからお願いします。普通にこれだと思った。普通に味ゆいかと思った、うん、あーって、それあるわ。普通にあ、それあるわ。やっぱり、あ、この二人で、あ、味ゆいって言うんだみたいな。あどっちが何言うかなみたいな。なるほどね、うん、そういうのってほしいポストかなと思った。はい、じゃあかすみは。私これほんまにやち。何やってんの。え、なんでこそれにしたの。なんでコマニャチにしたの。なんかバズってなかった、コマニャチ。うん、コマニャチ、うん、やってたよね。あ、そう、あの恋するフォーチュンクッキーを、うん、あの踊った時に、うん、カメラにアピールする瞬間があって、 そう、うん、そこで、ま、先輩方が代々やられているコマニャチをやった。コマニャチですごい、それコマニャチファンの方もファンなんだ。ファンの人いいの。そう、コマニャチのきっかけでファンになってくださった。しかもなんかアズのポーズが恋チュンのやつかなと思って。あ、なるほど、写真がね。そうだからコマニャチにした、うんうん、なるほどね。じゃあもうこれ正解言っちゃっていいですか。正解かわかんない、正解かわかんない。いきます、せーの、ゆい味。
マジ？おお。味なんだ。そう、あのね、ポイントはこのゆい、あの、あずじゃん。だけど、ゆいは最近ゆい、あじ、あの、あずのことをあじって呼んでハマってて、ね、そうなんだ、ね、そうなんだ。そう、で、これもゆいあじってポストして、うん、でファンの皆さんがゆい味はてなみたいなコメントがいっぱい来てる。そういうこと。なるほどね。はい、じゃあ答えはこちらです。ドン。やばい、ほんまやん。でも丸ないからダメじゃない、これこれ丸ないからダメじゃない。え、確かに。でも罰じゃないこれ。どう、つけ足しやん。つけ足し、つけ足し。でもさっきかすみもちょっと怪しかったけど正解にしたんで。許してくれる。許してくれないって言ってたんで。許してくれる？許してくれます。はい、やったー。正解。ということでね。ゆい、あ、夢見惜しかったね。夢見惜しかったよ。あ、夢見でも見てくれてるね。そう、夢ね、見てるんだけどね。やっぱ写真、なんかやっぱ文章もさ、素敵だなってさ、思うけど、うん、やっぱ写真にやっぱ目がいっちゃう。ね、わかる。写真覚えてるんだけどね。本当ね、さっきから本当かする。本当本当。盛り草あるよ。でもよく結構見てるか、ゆいの活動とか。本当に。めっちゃ見てるよ。本当に。うん、いや、ゆいも見たよ。ありがとう。見てるよ、二人の活躍。嬉しいね。ありがとう。ね、ということで、え、これもう終わりですかね。あ、お時間になってしまいました。じゃあみんななんかいい感じに正解したね。ね、でも楽しかった。ね。じゃあ時間になってしまったということで、結果は。お、お、お、私ゆいちが3ポイント3ポイントおめでとう。はい、ということで、あのメンバーを一番チェックしているメンバーは私、山口ゆいでした。すごい、偉い。みんなもちろん知ってますよ。はい、ずっと監視してるってね、言ってたから、ね、監視とは言ってないけど、うん、まあ、ちゃんと見てます。皆さんこれからも応援してますね。ね、ぜひフォローしてくださると嬉しいでございます。はい、ぜひ皆さん私たちの X のフォローもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで以上、今年の夏を18期のポストで振り返ろうでした。はい、ということで、はい、このコーナーから MC をサコエメミにバトンタッチどうぞ。はい、チャレンジが終わっている私が MC を担当します。ではタイトルコールをお願いします。はい、一発チャレンジ、イエーイ、来たね、来ました。このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるため、毎回テーマを設けて様々なチャレンジをしていきたいと思います。5ポイントのチャ、5ポイントをゲットするとご褒美企画が行われますが、なんと前回のご褒美企画の準備が進んでいるようです。おー、何するんだろう、ね、楽しみ。何するんですか。皆さんドキドキで待っててください。ということで、現在ヨーヨー釣りシルエットチャレンジをクリアして2ポイントゲットしています。はい、今回のチャレンジはスイカゲームです。イエーイ、楽しみ。やったー。ね、はい、スイカゲームどうですか、ね、やったことあります？もちろん、はい、もちろん。てかあります。私たちなんとカセットも ね持ってます。え、そうなの、はい、お家でも、はい、そうなんだ。今日やってきました。お、練習してきました。ゲームはもちろんやってきましたよ。やってないですよ。でも本当にスイッチで持ってて、うん、ずっとやってた。はい、やってたんですけど。え、どう、その成績の方は。成績、実はスイカを私結構何個もボンボンって作ってもすごいですけど、鍛えない、鍛えない。それを作るのは本当に10分から20分ぐらいかけちゃったったので、今日は制限時間がある。あります、あります。今回は2分でどこまで進化させるかというゲームになっていて、一番進化したフルーツがポイントとなります。そして今回は66ポイントゲットできればクリアなので、全員で、うん、おい、今こんなにみんな9ポイントまでいって、パイナポーまで行ってるんですよね。噂のパイナポーなんですよ、これ。あと21ポイントぐらいですか。そうですね、21ポイントぐらいで、そのぐらいです。そう、急いでやんないと。みんな9点なんだね、すごい。パイナポーまで行けてるんですけど、ちょっとね、次に行くのが難しくて。え、すごい、このさくらんぼかすみみたいなんか。ということで、ステアのポストのリポスト数で30ごとにスタート前に1つずつフルーツを落とすことができます。ということで、はい、そうなんですよ。うん、お願いします。そうなんですよ。みんなリポストお願いします。お願いします。お願いします。じゃあもう早速ね、じゃあつむじ見せよ。何言ってんで。せーの、お願いします。
お願いします。こんなことしてるのうちら初めてだよね。スムージーとか言って、ね、はい、ポスト数確認していきたいところなんですけど、皆さんやってくださいましたでしょうか。はい、じゃあもう現在のリポスト数確認してみますか。お願いします。お願いします。さあ、ドキ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 ドド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 ドリポストもちろんかすみもしてくれてるよね。リポスト、はい、うん、圧進してくださいしてます。なんで笑いなの。なんでまあじゃあ、はい、じゃあリポスト数お願いします。265ということで発行です。発行、ちょっとおかしくなってしまったんですけど、発行落とせるということで、最初の2分が始まる前に発行落とせるので、ちょっと前回7個だったらちょっと有利です。おやった、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、じゃあ早速チャレンジしていきたいと思います。はい、じゃあどっちから先にやりますか。じゃんけんしよう。せーの、最初パーだるだる最初はチョキ、あ、間違えた、ごめん、もういい、はいはいはい、最初はグッズだけど、はい、じゃあ私からいきます。はい、山口ゆいちゃんからやっちゃいましょう、はい、頑張れ頑張る。さっきゆいちゃん下手だったよ。そう、ちょっと一緒に見て、持ってるんじゃない、すごい、すごい、見て見て、わはい、そんなものにやります。はい、せーの、じゃあまず8個落とせるからね。じゃあ落ち着いて、ねえ、そこ大事やから、落ち着いて、結構ゆっくりな。1個目、2個目、ほんまにそこで大丈夫、4個目そこで大丈夫か、ねえ、よく考えろ、6個目、7個目、8個目、終了です、終了、押さないで、押さないでよ。じゃあお願いします。今からドンって言われたよ。よーい、スタート。ダラルーって、あ、落ち着いて、自分で焦っちゃダメよ。落ち着いて、ゆいちょっと下手やこれ。落ち着いてよ。来た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 よ。来てないのよ全然ね、早くしないと2分しかないから。おお、来た来た来たよ、なし、来たいや2分しかないのよ。あね、なんでそこに押すの。ゆいち、真面目にして、ゆいち、ゆいち真面目にして、ね、本当に早くね、あ、あーねえ、あー、ちょっと、すごいすごいすごい、うまい、ゆいち練習よりめっちゃうまいよ。ゆいち結構本番に強いタイプか。あー、やっぱりダンスも上手かったし。え、いい感じじゃない。やばいやばいやばい、焦んな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 、いい、早く、もっといける、もっといける、もっといける、テンポアップ、テンポアップ、もうゆうち適当にやろ、もうダメ、それダメ、それダメ、ボンボンした方がいいんじゃない。ボンボンしてるか、じゃあ待て、オッケー、いいよいいよ、ボンボンダメだ、ボンボンダメだ、パイナポーまで行かないといけないから、せめてでも頑張れ、ナイスパイナポーだよ。ナイスパイナポー、あ、よくなるほど、オッケーオッケー、よしよし、あー、さくらもどっか行って、あー、あー、うわー、あとちょっと、そう、ね、すごいよ。でもさっき練習より上手いからもう才能ありだよ。くそー、悔しがってる。うわー、ナイスパイナポー、すごい上手い、待って、オッケーオッケーオッケー、落ち着いてる、すごい、ゆいちすごいじゃん。ゆいちはちょっと見くびってたわ。ん、あー、やったー、やったー、やりますね、やっとパイナポーできました。なんと山口ゆいちゃんパイナポーとかで9ポイント獲得です。すごい、やった、天才だよゆいち、嬉しい、練習しまでできなかったのに、ね、9ポイントゲットです。わーい、やったね、よかった、安心。じゃあ、まあ、あとはかすみに、そうだよ、かすみにかかってるよ、頑張ります、頼んだよかすみ。さあ、かすみね、まあ、結構な、あ、慣れたもんですよ。せーの、1個、落ち着くんだよ、2個、3個、4個、あ、リンゴできたよ、リンゴできたよ、6個、んー、あ、何、7、落ちて、最後、最後、最後出してよ、そこなんだ。最後1個、最後、最後1個、88、はい、ここからお願いします。よーい、スタート。フレームしちゃった。
フライングゲット。いいよ、いい調子、いい調子。いやいや、任せて。いいよ。いいよ。え、早く、早く、早く。あんま焦らせんといて。頑張れ、頑張れ。もういいよ、リンゴできましたよ。あの、ゆっくりテープやから。ゆっくりやったら今日今回ダメなのよ。2分しかない、2分しかないから。でももういい調子なんじゃないですかこれ。おお、いいよ。いいんじゃないですかこれ。おいいいい。来てますよ。はいはい、これ次ももうできます。ちょっとなんか嫌だな。鼻につかな。ちょっとなんか嫌だな。鼻につかな。おおおいいいい調子いい調子。あ！ごめんごめん。はい、残り1分。早く頑張れ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 。パイナポーだよ、目指すは。分かってるよ。いいよ、うまいよ。さあ、頑張って。あれ？梨を桃に変えれたら。いや、いけるいけるいける。いけるいける。これいける。いけるいける、頑張れ。いけます、これ。私は行くんだ。行く。住みはできる。な、場所も。あ、これ来ました。来ましたね。来ました、来ました。来ました、来ました、来ました。あー！押せ、押せ！いける！あー！ナイスパイナポー。もういいよ。もうスイカ目指します。いっちゃえ、スイカ目指します。いいよいいよいいよ、もうナイスパイナポーね。10秒前です。はい、10。おお10秒。おおおおおおはい、おおあおお。でもパイナポーできたね。パイナポー、ナイスパイナポーだよ。よかったね。ゲイということで、ポイントは9ポイント。わーい、みんなやったね。すごいね。なんだ、何すればいいんだ。え、これさ、楽しいからもう一回やっちゃダメ、ね、やりなよやりなよ。イエーイ、やっていいですか。ね、私の感じは自由すぎる。はい、ということ で、まあ、みんなのポイ現在のポイントは9ポイントが7人、63ポイントということで、 あと3ポイントで、あれなんだ、クリア？クリアですかね。すごい。はい、ということで、じゃあ来週のね、メンバーにかけるしかないですね。小日向ちゃん頑張れ、頑張れ、頑張ってね。スイカ。はい、ということで次週もね、あのスイカゲームチャレンジです、はい、指定の X のポストのリポスト数でクリアに近づきます。皆さんリポストもお願いします。お願いします、お願いします。ということで以上、いっぱいチャレンジでした。はい、ということで、あっという間のエンディングです。はい、はい、もう告知なんかありますか2人とも。やっぱね、ぜひ X をねフォローしてくださると嬉しいですね。はい、お願いします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 。はい、まあ悔しい情報は AKB48。 悔しい、悔しい、え、悔しい、悔しい、あ、なんで悔しい、あ、間違った、ごめんなさい。詳しい情報は AKB48 のオフィシャルサイトで ご確認ください。はい、ということでランキングを確認してみます。お願いします。悔しいです。みんなさ、あのスイカゲームやりたくなってきたって、え、今日家帰ってみんなでやろう、対戦しよう、やりましょう。今スマホゲーム版なので、私は持ってる。お、みんなでしましょう。しようね。はい、はい、13位から確認したいと思います。せーの、13位、 DD13 さん、ありがとうございます。せーの、12位、さやかさん、ありがとうございます。せーの、11位、キムテツさん、ありがとうございます。せーの、10位、ひらがきさん、ありがとうございます。せーの、9位、斉藤もげたさん、ありがとうございます。せーの、8位、まさかずさん、ありがとうございます。せーの、7位、ごめん先生さん、ありがとうございます。せーの、6位、ゆきおさん、ありがとうございます、ありがとうございます。せーの、5位、りんぞうさん、ありがとうございます、ありがとうございます。せーの、4位、関根さん、ありがとうございます、ありがとうございます。せーの、3位、まゆさん、ありがとうございます。せーの、2位、焼きそばさん、ありがとうございます。そして1位は、せーの、かすみんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで今日の番組は以上です。2人ともどうだった？え、かすみどうだった？すごい楽しかった。
なんかみんなさ、ギアがさ、1、2、3ってどんどん上がってったね。ねえ、すごい楽しかったね。みんなのコメントもブワーって早くてね、W の文字がいっぱい出てきました。W の文字が、ありがとうございます。ゆめみもリハの時からスイカゲーム教えてくれたりとかしてね、すごい活躍してたよ、今日も。ありがとうございます。はい、見ている皆さんもまた W もたくさん送ってくださってありがとうございます。W 以外もありがとうございます。ありがとうございます。次週のメンバーは秋山ゆなちゃん、成田小日菜ちゃん、八木あずきちゃんの3人です。はい、小日がスイカゲームラストということで、小日頑張ってスイカ作ってね。小日ならいけるぜ、イエイ。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、ここで次週のメンバーにオープニングトークで話してほしいことを動画で撮ってメッセージにしたいと思います。はい、じゃあ、じゃあ、スイカゲームだから、スイカ食べるときは塩派ですか？あ、やめとく？ちょっといいかも。ちょっといいかも。あ、分かった、ごめん。でもやっぱ普通に近況トークとかさ、なんか最近ハマってることとか最近好きなこととかさ、そういうのがいいかも。いいかも。じゃあ皆さん好きなことなんですか？うん。いいよ、ゆいちが言っていいよ。ゆいちが言っていいよ。ゆいが司会しますね。最近の近況を教えてください。オッケー。近況報告。報告。オッケー。はい。3人ともこんにちは。AKB48 18期研究生の山口ゆいと。はい。AKB48 18期研究生の工藤かすみと。佐藤ゆめみでーす。イエーイ。はい、ということで、ここで3人に聞きたいことがありまして、最近の近況、今日報告は何ですか？ハマってるものとか好きなものとかぜひ教えてください。お願いします。3人とも大好きだよ。バイバーイ。はい、はい、はい、こんな感じで撮れました。こんな感じで、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ配信を絶対に見逃さないために右上のハートマークをクリックして皆さん登録をお願いします。はい、はい、ということで、それでは以上 AKB48 18研究生でした。バイバーイ。バイバーイ。